ごめんなさい、ちょっと触ってもらってもいいですかね。この先で結構です。あ、後ろか。ごめんなさい、結構ですよ。なんで横のゼロじゃねえの。あ、虹らか。どうも、こんばんは。こんばんは。お、なんかまた喋ってるぜ。いや、よく止められます。あ、まあ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 じゃないですか。いや、今さ、これナビがさ、なんか GPS 読まなくて道迷ったんですよ。なに、あれドンつきになってんじゃん、そこ。だって明治神宮のあの、なんだ、参道中かあれだから。あー、うん、なるほどね。あ、じゃあいつもの 1,2,3 行きます。そうっすね、よく知ってますね。ほんとに、いや、なんで、ほんとね、この最近このナビダメなんですよ、もう。どこ行きたかったんですか。いや、今友達の家に行きたくて、今住所打ったんだけど。住所打ってダメ。もう、いや、あの、GPS が狂っちゃうんですよ、もう。ポンコツ、こいつポンコツだから、ナビがほら、GPS 読まなくなると、どこ走ってるのか分かんなくなっちゃうから。あ、どうぞ。はい、いいですか。あ、いいっすよ、はい。で、そう、それで、あれだからさ、今どうしようかなと思って、そこまで行っちゃったら、うん、あ、どうぞ、中見ます。いや、どうぞ。いや、ちょっと待って、あれも、三田さん、お住まいは横浜。だって、お前さんたち今自分で横浜ナンバーの運転手さんって言ったでしょ。ああ、そうだね。いや、ほら、住所はまたほら別の人いるからさ。あ、たまにね、ニコイチの車とかもね。まあ、まあそこ、あ、違うか、ニコイチ、これ、これニコイチじゃないですか。3コイチ、4コイチぐらい。あ、どうぞ、はいはいはい。いつもですかね、迷惑かけてんの。何がですか、こうやって。いや、お、すげえじゃん、今あそこで止まってたやつも直進してるやつ。いや、俺今さ、レガシーに気づかなかったんだよ。気づいてなかった。で、そこに今の左折でパトカーゼロがいたの気づいたんだよ。あれも何か、あれにギラか。そう、で、気づいて、いきなりそれで喋られたから、ほら、なんで、なんで、なんで、喋ってねえよ。面打ちっすよ。お前さ、背高いね。80あるでしょ。身長だけが取り合いなんで。85ぐらい。いや、80っす。嘘だ、俺と3センチが変わんないで見えないよ。あ、ほんとだ。免許確認だけさせてもらっていい。あ、まだしてなかった。まだしないです。仕事とろいね。どうぞ、どうぞ。じゃあ、どっちから行きますね。大事しよう、もう。もう、わかんないじゃん。てか、俺何気づいたけど、お前さんのこのニジラって手書きなのに、あのお前さんの手袋ニジラってなんかスタンプついてる。あ、いや、別に、あの、いや、もう持ってるよ。俺も。ほーの。247。どうした、どうした、怒ってるステップアップ。どうした、何わからない。ほら。あ、あそこ、こっち、道なりに行くのか、ナビは。そう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 。絶対そうだ。うん、こっち行くとあれ、そうだそうだ、なんだっけ、絶対そうだ、三宮橋とかあっちの方行くんですよ。ああ、はいはいはい。どうぞ、いや、お前さん見てみた方がいい。じゃあ、ごめんなさい、いいですか。うん、ちょっと、あ、もうナビが古くてさ。お財布もいいですか、間。財布いい、いや、別にいいんじゃないですか、見なくて。財布ね、大丈夫、多分変なの入ってるからいいことですよ。いい、うん、いいっすよ。はい、いや、あ、で、あの、ツタヤのカードだけちょっと一個名前違うんで、あの彼女の、あの、スタンプじゃねえ、なんだっけ、あの、あれを貯めてくれって言われて。 T ポイント、イエス、そうそうそう。で、すみません、失礼します。これ何だ。え、あ、それね、喘息の薬です。本当だって、ほんとほんとほんと。あの、じゃあちなみに余談だけど、俺これね、先週も言ったんで、誰かに止められた時に、
で、そう、あ、そうで言って、うん、俺一回これで原宿ピースバル連れてかれたんだから本当に疑われて。ジラ隊ですか。その時一ジラに止められて、はい、原宿なのに一ジラに止められて。あ、ね、原宿の1ジラ。あれ原宿1か。原宿は1です。あ、新宿が2か。じゃあ後ろもちょっと確認させてください。あ、どうぞ、はい。あ、電話だ。あ、いいっすよ。もしもし、あのね、ちょっと今お前さんにナンパされちゃったから。いや、今もうお前んちの家の近くなんだけど、とりあえずナビが狂ってるから、うん、いや、ほんと大変なんだナビが、うん、ポンコツ、うん、今お前さんたちにちょっと声かけられちゃって、どこ行くのお兄さんって言われて、そうそう、今車内調べられてるから、うん、あ、だ、あ、いいよ、そのまま家ピンポン鳴らし行くよ。はい、またつわれちゃった。あ、そうだ、この間もそうだから、この間もその一時らに止められた時に、 この女ん家に行く時に家の目の前でそう止められたんだよ。でそのまま原宿に PS 連れてかれて2時間だよ。 これで、ああ、ねえ、2億円まで全部やられてさ。でもお前さんたちあれだよね、なんだかんだいいよとか言ってるのには結構念入りに調べてるよね。ねえ、え、でもさ、え、お前さんいつから俺の後ろにいたの？俺もう道に迷ってたから周り全然見てなかったんですよ。ね、いや、別にね、止めようとは思ってなかったんだ。あそこでぐるっと回った時スモーク当てたからさ。ああ、それだけ。はい、あ、別に、うん、止めようとは思ってなかった。あ、本当ですか。うん。おお。いや、本当ね、もうナビダメなんですよ。もうiPhone の Google ナビの方が使えるんじゃねえかってぐらい。ああ。すごいですよね、最近。うん、すごいですね。あ、もういいんすか。え、ありがとうございます。もう見ました。うん、見たっす。あ、いつの間に。ありがとうございます。じゃあ気をつけていってください。これ 2、 え、 2、 2ってどこが分地あるんだっけ。新宿分地。あ、新宿でしょ、うん、新宿、南千住。あ、南千住もそうだよね。池袋。あーすね。あー、そう、南池袋か。そうだそうだ。あれした、ごめんなさい。レガシーかっこいいっすよね。乗りづらい。いや、でも、いや、確かにちっちゃいけど、ほら、いつか1ジラだっけ、2ジラだっけ、大久保でバーンって体当たりされて。うそ、お前さん、お前さんやられたの、あれマジで。お、お、お前さん、あ、こっちは、こっちの班長は違うの。一緒一緒、マジで。ほら、大久保でやられたじゃんよ、2ジラバーンと思いっきり車突っ込んでレガシー廃車になったじゃん。よく知ってんね。あれ何、お前さんやられたの。マジで。え、何あれ、コリアン日本人。あ、日本人なのこれ。あ、本当に。あれだってレガシーだって納車してすぐだったじゃないですか。まだね。あ、そうか、150キロぐらいか。あ、あ、違う違う違う、1ヶ月も経ってない。1200キロぐらいしてたな。でもえ、あれ何、事の発端は何なの。バンカケですか。そう、あ、バンカケこうやって止めて、止めようとしたら耐えたりしてきたんですか。いや、いや、だいぶ逃げてるよあれ。あ、そうなんですか、うん、だいぶ逃げてる。だって俺結構、だってニュースで出ましたよね。一時的にその次の日ぐらいのニュースに。で、俺見ててなんだよお前、もう入った、フォアとかパとか廃車か、お前もう税金だぞ買ってんだと思って。え、結構あれひどかったんですか、やられたの。ああ、でもまあ100ちょっとで直んじゃないかな。あ、あ、廃車ではないんですか。うん。ああ、これすごい奇遇じゃないですかね。そう、あれずっと気になってたんですよ。もったいねえなパとかと思って。運命の出会いですね。え、でもあれはもう別にお前さんたちにはもう全くあれはこの、お、どうした、下してどうしたの。あ、信号か。お前さんたちに火は全くないんだ、やっぱぶつけられてる時ってのは。あー、びっくりした、やっぱ。いや、もう来るの分かったもんね、別に。じゃあ俺も行っていいこれ。今やったらダメだよ。あれね、もったいなかったよね、レガシー。でも俺てっきり廃車なのかなと思ってたんですよ。いや、大丈夫ですよ。へぇー、して乗るよ。え、じゃあまだ治ってきてないんですか。まもなく。だってあれもう結構前っすよね。そう、だっていろんな金あるんだもん、勝手に直すわけよ。あ、じゃあ警察署の裏で、あ、ニジラの分地の裏でブルーシートかぶって。じゃあ、お染め、ご苦労様です。はい、どうも。これ U ターンしていいのかな。
あれこっちだよね。あいつ分かりにくいんだよ、これ。